はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の定積分で表された関数丸1をお送りします。で、前回もね、定積分っていう名前がついてたんですが、ちょっとタイトルが変わります。で、今回は問題が2問ありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、両方解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ、今回2問やっていくんですけど、結論から言うと、やり方めちゃくちゃ簡単なんです。解くってか、書く量も少ないし、すごくシンプルなんですけど、今までこう高校生指導してきた中で、まあ、実感としてちょっとパニックになる人が多いところです、この問題。いいですか？なんでちょっとね、まあ、やり方を説明していくんですが、頭の中整理しながら聞いてもらえたらと思います。で、1番まずやっていくと、これインテグラル、まあ、2から x ですね、の 3t2 乗マイナス 4t マイナス 1 と、でこいつを x の式で表そう。だからひとまず計算してごらんって。で、そのできた x の関数を微分してごらんっていう、まあ、2つ答え書かなきゃいけないんですけど、まずこいつは普通に計算していきます。ね。で、これまず積分したいので、括弧で 3t2 乗だから、t の3乗マイナス 2t2 乗をマイナス t か。で、ここ今積分やっちゃってるんですけど、これがうんって思う方はちょっと戻ってください。そうするとね、そこで説明してますんで。で、2から x ですね。で、どうしようか。まあ、こっちいいか。で、まず x 入れなきゃなんで、括弧 x3 乗、まあ入れるだけですね。2x2 乗マイナス x、引くことの2を入れるから、8、マイナス8、マイナス2か。で、これを計算すると、x の3乗、マイナス 2x2 乗、マイナス x。ここマイナス2が残るんで、プラス2とこうなります。で、これが x の式で表そうなので、1つ目の答え、いいね、これが1個目の答えになります。で、もう1個その x の関数こいつねを微分してごらんって言われてるから、これもちょっと懐かしいですけど微分やります、普通にね。で、微分やると、じゃあ一応微分やった方の答えで分かるように、微分の方は3が出てきて次数下がるから2乗。2が出てきて下がるから 4x。で、消えるから1。で、プラス2が消えて、微分したものはこうなりましたと。1問目これで終わり。いいね。これで終了なんですけど、実はこの問題やるにあたって覚えてほしいことがあるんです。それを2番で使っていくんですけど、で、何かっていうと、今、こいつを計算しました。で、微分した。つまり、こいつを微分したらこれになったんだよね。こいつとこいつは同じだから、計算しただけだからね。こいつを微分したらこれになったと。で、これよく見てほしいんですけど、これ t が x に変わっただけなんだよね。 3x2 乗マイナス 4x マイナス 1 だから。で、これが覚えることです。今回公式なんですけど、インテグラル、上が x です。で、下は定数、何でもいいです。2とか下だったら a になってますけど、上が x で下が数字、定数である場合で、こうなってたら、こいつを微分したら x を入れたものに一致するんです。ここがややこしい。もう一回言うよ。このまず覚えてね、 x で定数、インテグラルがね、 x で定数の時、微分したら x を入れたものと一致するんです。いいね。微分したらだよ。つまり微分したら fx になるの。これ x 入れただけだから、っていうことを覚えてほしいんです。で、なんでそんなに強調するかっていうと、まあよく使う知識だし、2番が解けねえっていう、それがないと。じゃあ2番ね、いきましょう。で、今度は、ここがね、インテグラル a から x です。で、中は書いてない。普通に ft だけね。ft dt。で、それが x2 乗プラス 2x マイナス 3ですよって。つまり、上で言うとこの、上はこれを計算したらこれになったでしょ。つまり、これイコールこれが書いてある感じ。今。で、それを満たす fx を出してほしい。あと定数 a だね。で、この fx を出すとき、さっきのが使います。もう一回戻るよ。こうなってたら、条件揃ったらだけど、微分したら x を入れたもの、つまり fx になるんです。いいね。っ
ってことはこいつも条件が A と X になってる、 X が来てて下定数だからでなってて、微分すればこいつは FX になるの、左辺はね。でイコールで等式になってるから左辺だけ微分とかダメだよね。もちろんこっちも微分すんなら右辺も微分すると、つまり右辺を微分すると X2 乗だから 2X でしょ。でプラス 2X なんでプラス2、マイナス3は消えるから以上です。 FX でだからね、いてごめんね。だから正直やってること微分だけなんだよ、微分しただけっていう。でもこれを微分したらこれになるってことを知らなければ一生たどり着けない、だから大事な、いいかな、こういうふうに覚えてください。で定数 A の出し方なんですけど、これはですねこの式に戻ります。ちょっとこっち使わない、この式に戻って、X にね、A を代入するんです。で、そっちをあと書きますね、ちゃんと。全部 X に A 代入すると、ここが A から A に変わります。X が A だからね。で、こっちは T なんで変わりません。イコール、A の2乗、プラス 2A、マイナス3。そう。いいね。X に A 入れただけ。で、これ何がいいかっていうと、インテグラルの範囲が A から A に変わったんです。でこれは前やったように5から5とか7から7ってなった場合、ここのインテグラル全部0になるんだよね、必ず。ってことはこうなるんだよね。であとこれ計算するだけ、二次方程式だから。で右辺ね、まあ、ちょっとこう入れ替えますけど、入れ替えて、因数分解やっていくとプラス3とでイコール0と、これ入るよね。でこう合ってるね、なってるから A、 答えはマイナス3と1と、これで終了となります。いいかな。でまあ途中で何回も話してますけど、大事なことは条件が揃ってる時ですが、微分すると FX になるんです、上も下もね。っていうのをね、ぜひ今回ここで覚えてください。では今回は高校数学数2の定積分で表された関数丸1をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回ね、このタイトルの丸2が続いていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。じゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。